ピーみたいな。え、もっと大きいんですよ。もっと大きい、うん、本当にあのベタみたいな、もうベタみたいな感じの、自然にいるんだ、本当に。そう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 、そんなのがね、あの取って遊んだり、へえすごい、ね、エビとかカニとか取って遊んでたり。すごい生命力があるんだよね、闘魚って。うんうん、ね、そうそうそう、たまにこうやってあの、病院歯医者さんとかさ、クリニックの あの受付の横にコップに入ってないね、ちっちゃいコップにね、すごい、ね、すごい雑に置かれてんだけど、ね、長生きするらしいよ ね酸素とかもあれいらない、餌もあげなくていいとか、うん、ままうん、いや餌あげるかもしれないけどなんかそんなに生きたくない。でもなんか見ててるあれかわいそうなりますよね、なんか私 も、うん、もちっちゃいクラスの中でずっと一人で、そうそうそう、何が楽しくて生きてるんだお前はって本当に問いかけたくなる、ね、いくらあの生命力があるって言っても雑に扱いすぎるよ、ね、もっと金魚みたいにさ可愛く、ねね、金魚鉢みたいに入れればいいのに、なんか闘魚って言ったらね、本当にもうコップ割り込んでる、本当に放置プレイですよね、結構 ねなんだっけ、あの蓋がついてるみたいな、あのマヨネーズのエッグの空き瓶とか、あれ大きすぎてもダメなんですよね、なんかそう聞いたんですけど、ちっちゃいから大きいのに移せばって言ったら大きすぎてもなんかストレスがたまるみたいよみたいなことを聞いたんですよ。おお、まあ、この辺ちょっとね、調べてみないと、うん、あ、そうですね、まあどうでもいい話でちょっと盛り上がってしまいました。そうそうね、だからまあ、だからちっちゃい頃の環境って大事なんだなって、本当に三つ子の魂100までっていうじゃないですか、ね、あのことわざはね、なんかやっぱりもう本当に真っ白で無垢なままで生まれてきて、大人がどう関わるか、大人がどういう言葉をその赤ちゃんにね語りかけながら育てていくのかで、この子はこの自分の芯っていうのこう白黒とかそういうね、の中心の芯っていうのが本当に 4,5 歳で決まるんだなと思って。確かにそうかもしれないです ねだってみんなね、まあ、持って生まれるものは、ね、本質はあるかもしれないけど、それに色をつけていくのはやっぱり環境と大人でしょ。 うちの娘が心配になってきたな。3歳の時に、うん、はい、ちょっとお話してたら、もう結婚したいってわけ。え、3歳で3歳で、はい、もうってお前何年生きてきたんだよみたいなね。3年で、うん、結婚してもう早く仕事して子供見たいって。3歳で、お前この世に生まれてきてまだ3年しか経ってないのに。さすがリキさんの子供だね。いやいや、ちょっとね、俺の子じゃないんじゃないかなと思ったら一瞬。もうって何でしかももうって。そう。何があったの3歳で、今まで。なんか聞いたら、やっぱり大人って自分で仕事して、その自由なお金もね、自由に使えるし、みたいな、なんかそんな感覚だったのかな。で、だからもう自立したいみたいなね。受ける。やっぱりですね。すごい、自分より大人ですよね。すごく、まあびっくりしたね、自分の子供、ね。会ってみたいです。今度ちょっとゲストに呼びましょう。いや、今度ね、今中学2年だけど。あー、中2か。でも確かに子供、初め生まれてきた時って人間って怒りっていう感情はないっていうじゃないですか。あ、うんうん、怒りとかっていう感情はなくて、こう、大きくなるにつれてお父さん、お母さんにね、怒られたりとか叱られたりとかして、なんだろう、自分の思い通りにいかなかった時とか、人に言うことを聞かせたい時はこうすればいいんだっていうのを、なんかちょっと知恵つけてみたいな感じで怒りっていうのを覚えていくって聞いたんですよ。だからそれだったらやっぱりそうですね、育てられた環境によってやっぱり、変わってくる部分は大きいだろうなと思いますね。そうだよね、まあ、よく血液型でどうこうとかさ、いろいろ言われるけど、俺はやっぱり育ってきた環境にあると思うんだよね。確かに。どう思う血液型、まあ、あ、この人は O 型っぽいな、 B 型っぽいなっていうのはたまにいるけどさ、やっぱり生まれてきた環境だよね、育てられてきた、ね、環境だったり、確かにそうですよね、一番大きいんじゃない、やっぱり。そう思います、自分も。だから大人の言葉、使う言葉、子供に対して、まあ大人同士もそうなんですけど、やっぱり特に子供にかける言葉って、
本当に大切だなって。そうですね。そう、うん、もう子供は、うん、なんちゅうかな、もう大人が考えてる以上に、うん、この吸収力だったり、この社会を冷静に見てたりとかさ、してたりするんだよね。大人はいろんなあの雑音っていうのかな、いろんな情報がバーって入ってきて、まあ、あれだけども、子供は純粋にね、目の前のことをバーってこう、いい悪い白黒って判断 してるからさ、このお父さんお母さんが喧嘩してたら、うん、もうどっちが悪いってもうすぐ判断するもんね。目見てたり言葉だったりとか、そういったので、それでお父さんについたりお母さんについたりとかね、するみたいだけど。へえ、わかるんだ、うん、純粋にやっぱりそれ見てんじゃないの、理屈じゃなくてね。すごいな。そう今日もね、はい、あ、やがて忘れよったな、よかった思い出して、ね、しょっちゅう放送中にいつも立ってどっか行くんでびっくりするんですよ、力さん。本当自由なんですよ。自由だな、ね、自由でしょとか聞こえない。聞こえない、マイク入ってないからね。自由でしょ。まあ、何ですか。いや、子育て の、はい、今ね、あれで思い出したんだけど、うん、本当はこの番組中に来てもらう予定だったんだけど、うん、またうちの準レギュラー の、うん、砂川雅美さんがね、あ、すごい、大変なことになってるんですよ。水、はい、夢ありがとうの、うん、文字が入ったロゴが入った水、あ、これやばいですね。いい、これがなんか、これいいね、発売されるらしくて、あ、これいいですよ。ねえ、しかもこの水が4種類あるらしいんだよ、うんうん、え、水が4、香水、軟水とかそういうのの種類でってことですか。ね、今手に持ってるのが、うん、これがナチュラルミネラルウォーターってやつで、でそれ以外にこの色がちょっとラベルの色が変わってね、うん、水素水ウォーターで、プラチナウォーターとか、うん、あと、酸素水、うん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 、この4種類が発売されるらしいんだよね。へえ、すごい、うん、これ関西の、うん、テレビのテレビショッピングで、はいはいはい、売り出したところもあっという間に完売したらしい。へえ、沖縄で発売されるのは今回が初めてなんだけど、もう発売されてるんですか。まだこれから、多分来月ぐらいからでしょうってことで、うん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 、さっき持ってきてくれてたんだけど、ちょっと飲んでみる？せっかくだから、これはナチュラルウォーター。これ私もナチュラルミネラルウォーター。いいですね。美味しい。水の結晶とかなんか前あったじゃないですか、うん、ありがとうって書いた水と、うんうん、なんだろう、なんかバカ野郎か何かちょっと汚い言葉を書いた水の結晶とか、 ありがとうって書いてる水の結晶ね、とっても綺麗で、うんうん、ね、この水原水が柔らかい、なんちゅう、1億年前の地層から湧き出た天然水、これを元にして、作ってるらしいんだよね。でモンドセレクション最高金賞を、受賞した、世界が認めた天然水、8年連続最高金賞を取ったって。それの夢ありがとうウォーターが4種類発売されると。なんかこれ持ってるだけで可愛いですね。いいよね。なんか可愛いね。ラもね、うん、ラベルも素敵。うん、まあ、またね、発売開始の時は案内ね、うんうん、すると思いますけど。ちなみにお値段はいくらするんですか。いや、まだだけど。あ、まだわかんないんですね。そう、ネットでっていうかね、問い合わせしてくださいっていうことで、うん、フリーダイヤルで0120-28-4652 0120-28-4652 にお問い合わせください。で、いいですね、発売日とかね、お値段とか、なんかデザインもね、すごい、ね、キャップにまで夢ありがとう書かれてて、ね、なんか捨てれないですね、これね。なんかピンクだしね、かわいいよね。かわいいですね。このうちながらもいいね、うん、なんかね、いい感じだ。
そういうあの子供の教育に関してね、あの砂川さん今あの講演活動で引っ張りだこなんだけど、まあ今言ったみたいにね、三つ子の魂100までっていうか、あのちっちゃい頃のこの教えがねずっと続いて、で本当にあの甲子園目指して頑張っていくっていう、この継続してね同じことをやり続けてそれ達成するっていうこと、すごいよね。今日男の子4人がさ、4人とも甲子園行くって、俺あの兄弟って普通なんかライバル意識があったりとか、なお兄ちゃんがじゃあ野球でやるんだったら僕はバスケやるよとか、こんな感じになりそうじゃない、いや僕は剣道とかって、これさみんなね仲いいわけさ、あの2個違いだっけ、みんな2個違いで、しかもイケメンですよね、イケメンイケメンなんですよみんな。そうそう、今もね本当に、セガサミーっていう実業団で大活躍してたりとか、ヨナンボはまだ大学生なんだけど、ずっと野球やってるしね、すごいですよね、大活躍、はい、一つのことをやり続けるってね、本当なかなか教育も難しいと思うけど、難しいと思う、もうそれがこもったね夢ありがとうの、すごいなんかあのご利益がありそうだよね、ありそうですよねなんかニコニコするねこれ見てたらね、いい色合いもいいのかな、なんか柔らかい感じですもんね、そうそう、ね、まあ、赤ちゃんのミルクはこれで作ろうかな、赤ちゃんの子供のミルクはこれで作ります、ね、はい、いいかも、いい子に、いい子に育つ、飲んで美味しいってことはやっぱ体にいいってことだよね、もう自然にグッと入るんですよ、最近なんかこだわってるのってありますよ、ゆみさん、あの食でも、美に関してとかですか、美に関してですか、最近あの自分で私あの食にこだわり全くないんですよ、食べたいの食べるみたいな、食べたい時に食べるか、朝昼晩食べないといけないっていう固定概念は全くなくて、お腹空いたら食べるとか、あ、じゃあ時間帯ももう全く関係なく、あ、ほぼ関係ないかな、炭水化物ダイエットとかって流行ってたじゃん、 あんなのもう気にしない、全然気にしない、おにぎり好きなわけ、しかも のりでおにぎりっていうのがまたいいっすね、わかる、包んでるおにぎりが、あのしっとりしたしっとりしたのりですか、もしかして、そう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 、わかるわかる、もうさ、だからもう夜中でもあおにぎり食べたいと思ったら12時とかもう食べちゃうぐらいの人なんだけれども、あの最近自分で酵素シロップを作って飲むようになって、酵素シロップ、そう、何ですかそれ、泣き陣に行ってね、沖縄の野草があるでしょ、はいはいはい、木の葉っぱとか、雑草とか、海に生えてるこのつるみたいのとか、そんなのを40種類ぐらい、え、自分で自分で摘んで洗って刻んで、まあ、白桃は私は使ってるんですけど、お砂糖を入れて1週間混ぜ込むわけ、はい、そしたらその葉っぱから発酵してきて、酵素ができるんだよね、そう、パパヤとかさ、はい、なんかそうゴーヤとかさ、いろんなの入れて、へえ、すごい、それでシロップを作って、でそれを飲むようになったら、ほんとね朝5時、ほんとにおばあかっていうぐらい朝5時には目覚めるんですよ2時とかにも寝てもよ、すっきりってことですよね、すっきり目が覚めるってことですよね、へえ、もうなんか1時過ぎたら寝ないと、明日じゃあゆっくり寝ようかなと思ったら、もう朝日が昇る前に目が覚めるわけ、へえ、すごいっていう、だからおばあだ、出たよねやばい、やっぱりその時入ってきたあ、でもいい、気になるな、それすごい、本当にあの、まあ、白桃を使うので賛否両論あると思うんですけれども、でも私にはすごい合ってて、それをあのこういうねペットボトルにちょっとだけ入れて薄めて飲むわけ、もうそれだけでね細胞が元気になってるのが分かるんですよね、やっぱ発酵食材っていいのかな、いいと、なんでもね、キムチとか納豆もそうだけど、あ、そうですね、そうそう、でね、これ飲むようになって体重の変動がなくなってきたっていう、よし、後で教えてくださいね、わかりましたなんか、あ、太った、痩せた、太った、痩せたっていうの結構私繰り返してたんだけど、でもなんか、ポンって体重落ちて、あ、もうちょっと増やしたいなと思って頑張って食べるけど、あんまり増えないわけ、なんか一定になってきてる、今リキさんめっちゃ興味津々な感じ、まあ、よくね、酵素ダイエットっては言うじゃん、はいはいはい、未だにね、何
デトックスじゃない、なんだっけな、あの、うん、ファスティングダイエットとか、ね、酵素を使ってやるっていうじゃん、うん、やっぱ酵素はいいんだね、多分細胞が元気になるっていうか、うん、生まれ変わるが早くなるっていうか、うん、だからあのシミとかも薄くなってきたし、そう、肌にもすごい、あら、ね、あ、すっごいいいですね、うん、これは白桃じゃないといけないんですか。そうみたいです。あ、そうなんだ。そうみたいです。白桃に意味があるんだ。そうみたい。白桃じゃないと発酵しないのかな、酵素にならないのかな。でも一応白桃は使うんだけれども、うん、そのそれよりこの酵素の、うんうん、こう効薬の方が上回るみたいな感じで、目覚めがすっきりしてるっていうことはそれだけやっぱりプラスでしょ、うん、いいってことだろうね。すごいいいですね。ちょっと気になるな、これ。睡眠時間もそんなにこう長く取らなくてもいい感じになってます。いいね。いいこと聞いた。いろんな健康法があるね、やっぱり ね、でもね、それぞれ合う合わないあると思うんですけれども、うんうん、私は今のところそれがバッチリ来てる感じ。はあ、ね、ちょっとこれ気になる、ね、やってみたいな。うん、ね、もう本当に あっという間に時間来ちゃったみたいだけど、ね、早いですね。ね、一旦 CM 行ってもうエンディングになりますね。はい、この放送は、オーシャンビューネイルカフェココと、ビアガーデン B サイドの提供でお送りしてます。はい、なんかこう、こんなしてたから、なんかチャラい感じの動きがある。美味しいよ、本当これ、うん、スッと入る。いいですか、うん、飲んでみて。ね、飲みやすいな。あー、ね、うん、抵抗がない、ね、なんか、うん、スーっていきますね、美味しい。本当だ。すごい。すごいな。頑張ってますね。ねえ、うん。はい、もうね。はい、あっという間ですね。早い、今日も。はい、オープニングの時と違ってね、だいぶこう、ね、黄昏、うん、いい感じになってきましたね。ね、でもまだ高いね、まだこの7時でもね。もうあと、ね、10分15分したら、うん、赤くね、染まってくるんだろうなって。いいですね。ね、今日下に雲ないから、うん、海にチャポンって太陽がチャポンっていくの。いい表現、チャポンって。いい表現ですね。ね、あ、私最近知ったんですけど、ね、ごめんね、おバカなんだけど、地球の周りを太陽が回ってると思ってたわけ。地球の周りを太陽が回ってる。いやいやいや、最近知ったの。最近知った。あ、チーカ知ってた。いや、知らなかったです。出た。地球が太陽の周り回ってるらしいよ。そうなんですか。あ、どうしよう、おバカです、自分も。おバカです。やばいよね、最近知った。これ小学校のとこに習ってるじゃん。あれ、太陽があって、水金地下の、ね、6点解明って、今ちょっと違ってるけどね、はい、6点解明じゃないけど、はい、太陽から近い順に水金地下木6点解明っていう風に習ったじゃん。今習いましたね。6点明解かなんか知らんけど、うん、なんだろう、うん、その太陽系だから、太陽の周りを回ってるらしいよ。へえ。そう、私この太陽さんが日本の裏側行って、また明日の朝にはまた日本に戻ってくるんだって。もうユーミさん、これ放送禁止じゃない。やばい。ごめん、もうこれちょっと反省会ですね。反省会ですね。ですね、こう水で反省会しよう、はい、やばいですね。すいません。やばい、おバカがバレてしまった。ユーミちゃん素敵だね、今の発言。やばい。やばい、これちょっと反省会しますね。ね、よかった、でもこっちに、はい、一人仲間がいて。うん、すいません。なんか自分でも今びっくりしてます。いや、俺がびっくりした。すごい。今や聞いてる人、ひっくり返ってると思う、多分。大丈夫かな、なんか大丈夫です。マジかいみたいな。チャンネル変えてないかな。大丈夫かな。いやいや。
はい、もう恐ろしい爆弾発言が、ね、はい、出ましたけどね。まあまあこんな私でも、ね、はい、メイクの学長はメイクスクールの学長はやっておりますので、ね、こういう人は必要ですよ、はい、ね、必要ですね、はい、はい、よかった、フォローしてくれて。また由美さん の、 あの今後の活動としては、はい、これから今後は今年10月にまたディスカバーメイクのプロコースの生徒さん4名のみ募集をいたします。4名、限定4名だけ、限定4名です。でメイク、ファッション、マナー、カラー、心理学、立ち振る舞い、すべてね、ヘアもめっちゃ興味ありますね。そういうトータルで美をケアできるスペシャリストを育成していきますので、これ、はい、じゃあお問い合わせは、はい、さんのブログとか。そうですね、ディスカバーメイクで検索してもらうと、私のディスカバーメイク、はい、私のホームページに飛ぶので、はいはいはい、あとね、企業さんに、企業さんにぜひぜひ、もうマナーの一環としてメイクを、メイク研修を取り入れてほしいなと思ってますので、はい、いいですね。企業さん、どんどん私を引っ張ってください。こんな由美さんですが、はい、こんなちょっと太陽の話をするといや、もうこれが可愛いんですよ、はい、もうメイクにかけては任せてくださいという感じで、ね、はい、社内を明るくします。はい、いいですね。ね、売り上げにも多分きっと貢献できると思いますので、うん、はい、ね、またね、由美さんにはまた準レギュラーの、ね、準レギュラーまた、ね、出演していただくと思います。はい、ね、はい、ということで、ぜひぜひ、ね、はい、今日の放送は、オーシャンビューネイルカフェココと、ビアガーデン B サイドの、屋上、もうビアガーデンから、ね、放送しました。はい、ね、またね、由美さん声かけますんで、はい、よろしくお願いします。ぜひ、はい、このビアガーデンまた営業してる時に行きましょうね、またね、はい、うんうん、ぜひぜひ、はい、多分10月ぐらいまでやってますんで、あ、次は反省会で飲みましょうね、ね、反省会で飲みましょうね、はい、太陽がぽちゃんと落ちそうだぽちゃんぽちゃんと、また来週、また来週、またね、ありがとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。